前から、うん、スクイーズ、バット引いているが、セデーニョ飛び出している、ああ、ボールを落としている、セデーニョホームに、帰ってきた、いろんなことが同時に起きました、順を追って整理していこうと思いますが、まずカエルさん、バントの構えからバット引きました、で、セデーニョがホームに走ってたというところなんですが、これはどう見るべきでしょうか。そうですかね、順を追っていきますと、バット引いた段階でセデーニョが挟まれた、でそこでサードにボールが送られたんですが、サードの栗原がボールを落としてホームにセデーニョ突入。若月選手が構えはしたんですけど、死には行ってないんですよね。そうなんですよね。ですからセデーニョ選手ですから、セーフティースクイズというのは考えにくいですよね。にくいので、構えたので出てしまったのか。若月選手はまあそれほど厳しいコースではなかったですが、バット引いたということでいうと、まあ、その前にこのリクエストですが、セーフになりました。